クロスバイクの例、スペシャライズドのシリスクロスバイクとは、自転車の形態の一つである。クロスバイクという名称の意味する範囲は日本語と英語で異なっており、日本語で言うところのクロスバイクには、英語ではクロスバイクに分類されない形態の自転車も含むので、注意を要する。前傾姿勢が浅い設計のフレームに、フラットバーハンドルを採用し、 タイヤの太さは25から 38mm 程度の路面からの衝撃を吸収でき、タイパンク性能を確保した幾分太めのタイヤを装備したモデルが多い。また、フロントホークにサスペンション機構が組み込まれているものもある。競技には MTB の駆動系に26インチか 700C サイズのロード用タイヤを組み合わせて、より正規走行に適応させた車種であったが、 最近はより、ロードモデルに近くなっている。国際ルールに基づく競技がないので明確な、車両規定はない。前述のように、クロスバイクという名称の意味する範囲は日本語と英語で異なり、欧米や英語圏では、オフロード車である MTB とオンロード車である、ロードバイクを融合させた、混成自転車という意味の、ハイブリッドバイクという呼び方が、日本語における、 クロスバイクの意味する範囲と近い。もともとはオフロード用のマウンテンバイクのフレームとコンポーネントをベースに路外向けのブロックタイヤから路上向けのスリックタイヤに変更したものを指していた。古い石畳が残されているヨーロッパなど、舗装の悪い道が多い国では MTB のようにフロントサスペンションを持つタイプが多いが、舗装が綺麗な日本の場合、 サスペンションなしの路上走行メインのクロスバイクが多数派となっており、日本国外ではサスペンション付きのモデルが日本向け専用にサスペンションなしとして発売されていることがある。ロードバイクのフレームベースの車両とマウンテンバイクのフレームベースの車両がありコンポーネントもどちらのものも使われている。明確な定義がないこともあり、クロスバイクにはトレッキングバイク、フィットネスバイク、 スピードバイク、アーバンバイク、コンフォートクロスなど、メーカーによって様々な呼び名がある。また品質も廉価なシティサイクルベースのものから、ロードバイクやマウンテンバイクをベースにしたものまで、幅広いモデルがある。使用用途は幅広く、通勤、通学から買い物のような日常の使用から、ポタリングファンライド志向のサイクリストなどに人気がある、カテゴリーである。また、 ワイドレシオのコンポーネントを搭載した車種は、非力なものでも軽いギア比を使用して、峠道などの舗装された坂道を走行できる。この点は、峠道などの山間部を走ることを余儀なくされる、日本の地形では強みとなり、1日に峠道を含む100から2 0 0トルを走るようなロングライドにクロスバイクを使用している者も,もいる。クロスバイクに類似した車種として、 ロードバイクのドロップハンドルをフラットバーハンドルに変更したフラットバーロードと呼ばれるカテゴリーもありクロスバイクの一種とみなされることもあるクロスバイクは1980年代半ばマウンテンバイクの間隔を残しつつ舗装道路での快適性を向上させる目的で登場し CAT と命名された登場から数年はクロスオーバーバイクとも呼ばれておりこの名称に 当時のクロスバイクの定義を見ることができる。当時はクロスバイクのラインナップは各社ともにわずかであったが、1990年代、MTB が車用化し不況となったため、1990年代半ばより各自転車販売会社はクロスバイクの販売に力を入れるようになり、2000年代半ば以降各社から多くの製品が発売され、人気となっている。 日本製としては、初の量産型マウンテンバイクであるあらや、マディフォックスシリーズをベースに、専用設計フレームに 700C ホイールを装備した、クロスオーバーバイクこと MF700CX、回が発売されたことが、同社の1988年度版カタログで確認できる。これは、ホリゾンタル型とスローピング型の2種類のフレームで、発売され、変速系は3ツアー。 ブレーキ系はダイヤコンペ、クランクセットは次のを用いていた。まだ開発されていない V ブレーキの代わりに完治ブレーキであること以外は現在の典型的なクロスバイクの形状が完成されたものであった。ありがとうございます。